はいみなさん、えー、こんにちは、えー。今回はね、ちょっとね、グリーンを着ております、えー。でもですね、本当はね、ピンク着たかった。本当にピンク着たかったあ。なんですけども、ちょっとね、ピンク洗濯中ということで乾いてません。えー、ということで仕方なくね、グリーンを着てるんですけども、えー、今回はね、えー、愛子様の話題です。年の宮、 愛子様の話題ですので、当然ね、ピンク着なきゃいけないんだけど、ごめんなさい、ということで、グリーンです、<laughs> ってな感じなんですけども、<laughs> まあ、一つの色はね、まあ、どうでもいいと思うんですけども、はい、えー、今回はですね、今言いましたように、えと、ー、篠宮愛子様の、えー、ご留学のことに関してですね、ちょっとお話ししたいなと思います。でですね、このね、えー、愛子様のイギリスのご留学に関しては、ちょっと前のね、あれ、どこだっけ私もね、すぐ動画上げたんですけど、 うん、ちょっとね、どこの記事だか忘れ、忘れちゃったけどね。まあ、こういったのは都合が悪い記事はすぐ忘れちゃうんですけども、あの、もしかしたらご留学をね、断念するかもしれないみたいなね、そういったような記事も上がっておりましたよね。でも今回の記事に関してはですね、さっきピンク着たいというふうに言った通りですね、イギリスという国はね、実はこういうような国で、例えば動物好きの天皇ご一家、あ、ぴったしだね、みたいなね、そんなような話をしたいなと思います。 はい。えー、でですね、えっ、ー、とね、またいつものことく変えましたけども、えー、もうね、あの、表題にある通り、ペット先進国のイギリスでのご留学っていう話なわけですよ。私ね、あの、このイギリスがそんなにペット先進国だっていうことは実は知りませんでした。あの、ご存知の方はね、ご存知だと思うんですけど、私はちょっと知らなかったので、今回ね、えー、この話をね、一番最初にまあ聞いたときにですね、あ、そうなんだと思って、あ、そうしたらね、愛子様にぴったしじゃないのっていうふうなことをね、 ね、改めて思っちゃいましたけどね、そういったような話をさせてもらいます。でですね、まあ、あの、動物好きえ、まあ、愛子様に限らずなんですけどね、まあ、天皇ご一家、天皇陛下、皇后陛下、そして、え、年の宮愛子様に関しては、非常に動物がね、お好きだというようなことで、まあ、どちらかというとね、お好きというか、まあ、動物愛護のね、視点で、え、動物に接しられておりますよね。まあ、そういったような中でですね、 えまあ先日もね、もうこれはね、つい4、5日ぐらい前の話ですけども、皇居内の旧舎でね、えー、新芽として贈、えー、られるですね、このね、元勇サ号でしたっけ、そうですね、元勇サ号。 とまあ、ご対面されて特にあの、えー、皇后雅子さ様と、ねえー、愛子さまがその人参をねこの元イーサム号に、えーまあ、食べさせているといったようなまあそういったシーンもね動画等で上がっておりましたけども非常にですねご家族仲が良くてでこの大間さんともね非常に仲がよろしいだなっていうようなことがねしみじみと感じられるような、ね、ほっこりとするような動画でしたでもねそういったようなことに関して私もね昨日おとといぐらいで動画を上げましたけどなんかさ ね重度の馬アレルギーだとか、まあ、そんなようなことを言ってたい人がね、はっきり言って一番最初、経営長が言ってたんだけど、まあ経営長があんなことで言うってことはね、元情報があって言うんで、元情報はどっからだっていう、なんとなく想像できちゃいますけどね。まあそんなようなね、嫌がらせ的なそういったね、あんなの真っ赤な嘘もいいとこだよね。というのが上がっていましたけどね。まあちょっと今回はいい話なので、ちょっとそんなことはどうでもいいんですけど、まあいずれにしてもね、えー、この天皇ご一家非常に えー、動物お好きですよね。といった中で、例えば、えーまあ、天皇皇后両陛下がね、まあ、当時の皇太子殿下、皇太子悲殿下であられた時のね当初、当初のそのご成婚の後ですね、に、あのこれもねあのい、いましたね、その、ね、迷い犬のね、えー、子犬、その迷い犬が産んだその子犬をねピッピだとかマリといったようなことでね、非常に え、お二方がですね、可愛がられておりましたよね。まあ残念ながらこのピッピとマリ、えー、ピッピちゃんとマリちゃんはですね、もうちょっとね、他界されちゃったんですけども、まあでも非常にね、えー、まあ可愛がられていたっていうこともね、結構話として有名ですけども、 まあそういったことにプラスアルファというかですね、まあそれによりも、より以上にですね、愛子さまに関しては、もうね、よくご存知だと思いますえ。下に写真も貼っときましたけども、本当にね、愛子さまがまだ、えー、幼い時から、まだ小さいね、時から、このね、ゆりですよね、ゆりを本当に大事にされていて、で先日のそのね、まあ、先日って言ってももうね、2年近く前になりましたけど、 その、あの、ご成人をね、お迎えになった愛子様でも、ね、やっぱりおそばにいたのはユリだったということで、非常にですね、この愛犬のね、ユリに関してはね、ご家族が、もう本当にね、お三方が、え、まあ、可愛がられているっていうようなことで、非常に有名ですよね。まあ、そのユリが仲間へ、家族に仲間入りして、非常に愛子様も、え、動物がお好きだっていうことが、わかね、知られて、知られております。はい、そういった中でね、 私も本当にさっき言ったね、これ知らなかったんだけど、イギリスはすごくね、ペット先進国なんですっ、ね、て。例えば、1824年に設立された、イギリスの王立動物虐待防止協会。 といったようなところがあって、これは世界最古の動物の福祉協会らしいですね。それだけですね、まあ国民性もなんですけども、その動物の愛護に対する意識が非常に高い国民性を、をイギリス国民の方はお持ちだっていうことらしいですね。私もこれね、ペットのこの、イギリスの王立,ど王立の動物虐待防止協会、これはちょっと初めて知りましたけどね。まあご存知の方もね、おられるかもしれませんけども、そういったことらしいですね。 でなおかつですけどもやっぱりね、えー、まあ天皇皇后両陛下の後やっぱりこのオックスフォードっていうことになるとオックスフォードはですねヨーロッパ最大の日本研究拠点なんですといったようなことでね外国人の研究者も非常に多いまああのね非常に優秀なね、えー、語学なんかもいっぱいいるでしょうしやっぱりオックスフォードだねっていう感じでね やっぱり愛子様というと、そのね、動物をね、愛護されている、特に今現在、ゆりが大好きだ、だとかね、そういったようなこと、だとかですね、もしくはね、今の学習院でも、まあ来年卒業ですけども、その日本文学のね、日本語、日本文学科というようなことで、以前からこの日本文学に関して非常にご興味がある。これもね、有名なとこですよね。といったようなことで、オックスフォードが、 実際に日本研究の拠点として非常に有名。なおかつイギリスはペット天国というかね、ペット先進国。じゃあね、このペットの研究プラスのこの日本文学を、ね、広めていただくといったような意味でね、愛子様のオックスフォードご留学、ぴったしじゃんみたいなね、えー、感じですよね。皆さんどう思いますと <laughs> いうことで、私なんかもう何回も言っちゃうけどね、ぴったしですよね、と言ったようなことだと思いますね。 はい、といったようなことでですね、これはね、実際にね、今週出ている、どこだっけな、ちょっと待ってください。えとですね、これも出して、今週というかですね、出ている、えとね、週刊女性だっけな、ごめんなさい、これはね、週刊女性ですね。週刊女性の方に愛子さまがペット先進国で開花する。 マル秘能力みたいなことでね、具体的に記事が上がっております、えー。というようなことなので、まあご興味のある方はっていう感じですね。まあいずれにしてもね、まあ何回も言いますけど、私知らなかったんでね、ちょっとね、お恥ずかしいんですけども、イギリスという国非常にね、ペットをね、えー、というか動物の愛護に対するね、動きが非常に強いみたいですね。まあ大体あの、世の中の例えば先進国と言われるようなところは、まあその動物愛護という観点が非常に強いですよね。 でまあ決して先進国ではありませんけどまあ中心国と言われている私が今居住しているねこのタイタイはねえ皆さんも知らないかもしれませんけどタイってねタイ人はほんと犬大好きなんですよめちゃくちゃ大好きえー、なんでねあのー、結構ねそのねバンコクのね まあ、バンコ来られた方はねよくそのね野良犬がね、えー、その駅のね高架線のね、えー、下でなんかよく寝ていてね、えー、いうようなことそういったような光景を見たことある方も結構おられると思いますけど何ていうのかなそういったね犬をすごくね大事にする文化がこのタイは強いんですよ。ゆえにです、ね、そういった野良犬でもなんでももね 決してね、例えばね、野犬所がなんかね、そういったらな係員が来て連れてっちゃうとか、そうってことないんだよね。逆にそういった野良犬であったとしてもね、もしそういうこと、それこそですね、いじめたりするとね、他のタイ人の方に怒られちゃったりだとかね。非常にね、タイ人の方はですね、犬大好きなんですよね。まあ、それはちょっと、まあ、バンコクの話だから、まあ、タイの話なんでね、まあ、いいんですけども。まあ、といったようなことなんです。 いやだからね、さっきちょっとね、冒頭で言いましたけども、えー、つい先日はですね、もしかしたら、この、ご留学に関しては、ね、断念、もしくは延期されているんじゃないかって、いやな記事があったんですけども、今回はね、いや、いいじゃない、ペット先進国、ぴったしじゃない、なおかつね、えー、日本文学というかですね、日本研究の拠点として非常に有名なオックスフォード、もう全然ですね、もう、ね、あれですよね、ぴったしですよね、 昔ぴったしカンカンみたいなそういったな番組あったな。まあどうぞいいんだけど、あの、本当にぴったしだと思いますよね。ぜひに、ぜひにと思いますね。まあいずれにしても来年3月もうすでにね、もうすぐにご卒業ですので、もう10月だからね、もう半年切っちゃいましたね。いやー、そろそろ経営庁が動かねえかな、ね。 え動いてですね、先方との調整とかそろそろやらないかなと私なんか日々待ってるんですけど、今んとこないね、みたいな感じ。こういう時こそね、経営の長、ね、頑張れよ、みたいなことをね、全然何もやってねえんだから、こういう時こそしっかりやれ、みたいなことを言いたいけどね、まあ、と言ったようなことだと思います。はい、今回はね、いやー、もうやっぱりイギリス、愛子さまにとってはぴったしだね、みたいなことをちょっとね、お話しさせてもらいました。はい、ありがとうございました。バイバイ。